千葉マリンスタジアムのフィールドウィングシート、東京ドーム球場フィールドシートは、野球場の内野席を、グラウンドの最前線まで競り出して、選手のプレーを目前まで見渡すことのできる座席の、ことである。アメリカ合衆国のメジャーリーグでは、ファールゾーンが狭く、スタンドが低く競り出している形状が多く、その多くは、防球ネットがないことから内野手の選手がボールを、 追いかける時にはその選手がそこに突進するなど、迫力あるプレーを楽しむことができると言われている。一方で、日本の野球場は、東京ドーム、阪神甲子園球場、名古屋ドーム、横浜スタジアムを除けば内野スタンドの位置が高く、これらの球場も、横浜スタジアムが2005年に外したが、いずれも高い防球ネットが張られており、迫力に欠けるという指摘が相次いでいた。 これを踏まえて、日本でも、このようなシートを設置するケースが増え、既存の球場において、ベンチ横から外野にかけて、防球ネットなしで、もともと、ファウルゾーンだった場所に増設された場合が多い。また、フィールドシートイコール防球ネットがない、と理解されていることが多いが、防球ネットが存在する球場もある。定義は曖昧であり、基本的には、球場の事象である。 日本では2003年ヤフービービースタジアムで初めて採用。ファウルゾーンにあった控え等主要のブルペンを外野寄りに移動し、ベンチに隣接する形で、防球ネットなしのフィールドシートが設置されるようになった。透明のアクリル板は当初取り付け予定にはなかったが、球場内で起きた事故は球団の責任となるため急遽設置された。フィールドシート設置にあたっては、 ゼネコン出身の元球団職員で一級建築士である田中光一が設計、試行に参加した。フィールドシートの名も田中が考えたもので、現在は他球場でも使用されている。プロ野球本拠地では2005年には東京ドームと宮城球場に2006年には千葉マリンスタジアムと福岡やオクドームに2008年には阪神甲子園球場に 2009年には札幌ドームと西武ドーム、松田ズーム、ズームスタジアム広島に、2010年には京セラドーム大阪に、2013年には横浜スタジアムに設置され、2016年には名古屋ドームにも設置されており、本拠地球場でフィールドシートの設置がないのは明治、神宮野球場のみである。また、二千十六年に開場したソフトバンク二軍本拠地である、 タマホームスタジアム地区後にも設置されている。また、地方球場でも静岡県、草薙総合運動場公式野球場、四国コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀等、近年開場した球場や改装した球場に設置されることも珍しくなくなっている。しかし、日本の場合は既存のスタンドと仕切られている場合が、多く、アメリカの野球場のように楽しいとと完全に一体と、 なって設計されているのは3次金サイスタジアムくらいで、ある。防球ネットのないフィールドシートでは他に打球を防ぐ、ものがなく危険なため、グローブやヘルメットを貸し出すところ、そしてその着用を義務付けているところが多い。千葉マリンでは、ファウルボールをバウンドさせずに直接補給すれば、ゴールデンキャッチ証明書がもらえる。千葉マリンや、ケースタ、宮城などでは、 アマチュア並びに2軍の試合でもフィールドシートを開放するが、東京、福岡、札幌、大阪の各ドーム球場はアマチュア野球の大会開催時は基本的に使用しない。またアメリカンフットボールや格闘技、コンサートに使うときは客席や舞台設置など会場設営の支障をきたすために撤去することがある。特に札幌と大阪は隣接する。 稼働スタンドの移動のため頻繁に撤去されている。そのため、アマチュア野球の場合は設置されていないままの場合がある。陸上競技場における仮設フィールドシート使用例日本では、野球場以外でも J リーグの試合が行われる競技場において、フィールドシートに類する客席を設置する場合がある。ノエビアスタジアム神戸では、グラウンド上に特設応援席を設置している。 ヤンマースタジアム長い、長い球技場、万博記念競技場でも、シワかぶり席として設置。2009年からは、京都市、西京国総合運動公園陸上競技場兼、球技場、ND ソフトスタジアム山形、広島ビッグアーチ、東京ベルディ1969主催時の味の素スタジアムにも設置されている。ラグビー場では、 東大阪市花園ラグビー場にも設置している。ノエスタ神戸、緊張スタジアム、花園ラグビー場以外は全て陸上競技場である、ためトラック場、またはその脇あたりに設置されており、陸上競技で使用する場合には邪魔になるため、下半式の仮設構造となっている。また、構造上観客をフィールド上に入れることになるためヒールやスパイクの禁止や、 試合時間中にいる退場できないなど、一般の観客席にはない手術の制限がある。2012年まで、水保銀行シート2012年まで、アバンスシート http://www.kyoceradome-ossaeta.jp:/topics:/topics10113html。ありがとうございます。